皆様こんにちは。中小機構経営支援部連携支援課中小企業アドバイザーの原田正光です。電子帳簿保存法における電子取引データ保存の義務化が開始されました。義務化開始後の運用でお困りの方もいらっしゃると思いますので、国税庁の一問一答を中心に皆様のお悩みを解決したいと思います。どうぞご覧ください。はい、まずは猶予措置についてご説明してまいります。猶予措置についてはまずはこちらの国税庁電子帳簿保存法一問一答をご覧いただければと思います。こちらですね、相当の理由があると認められる場合にですね、猶予措置というのは認められるという今規定になっておりますが、この相当の理由というのは何なのかというと、こちらにも記載しておりますが、システムや社内ワークフローの整備が間に合わないという場合にはこの相当の理由があるというところで、保存時に満たすべき要件ですね、検索要件とか、そういうものはですね、具備しなくても具備しないで保存しても、OK という状況が、ございます。こちらが相当の理由が認められる場合というところなんですが、今こちらですね、イラストを載せておりますけども、電子契約システムと、電子メールでの添付ファイルですね、こちらが主な電子取引であるという会社の場合ですね、こちらの電子契約システムの方は、タイムスタンプを、設けたりですね、あとは検索要件、具備した形で、運用ができますと。一方ですね、こちらの電子メールでの添付ファイルについては、こういう検索要件とかそういうものが、備わっていないという場合、こちらの電子メールでの添付ファイルですね、こちらの取引だけこの猶予措置、相当の理由があるということで適用できないかということでお悩みの方、いらっしゃると思います。全社的にこの猶予措置をですね、適用するということになると、こちらは OK なのにこっちだけできないから電子メールだけ頑張ってですね、なんとか準備しようというふうに考えている方もいらっしゃると思いますけども、こちらの電子メールでの添付ファイル、こちらだけ、この要件を具備しない形で電子保存して、こちらは万全な状態で対応すると、こういう使い分けも OK ですので、今悩まれている方いらっしゃったらですね、全てのシステムを対応しなきゃいけないというわけではないということをですね、知っておいていただければと思います。はい、こちらですね、猶予措置、電子メールだけでも適用が可能になります。はい、続いて EC サイトでの領収書のダウンロードですね。こちらについても、全部のデータをですね、ダウンロードしなければいけないのかというふうに、お考えの方いらっしゃると思いますけども、そうではないですよというところでこちらに書いてありますけれども、必ずしもその領収書等データをダウンロードして保存していなくても差し支えありませんというふうに書いてあります。ただしですね、ただし、こちらの適用を受けるためにはですね、この EC サイト提供事業者が電子取引に係る保存義務者に、において満たすべき真実性の確保及び検索機能の確保の要件を満たしている場合に受けることができますというふうに書いてありますので、この EC サイト上で、取引年月日とか、取引金額とか、そういうものをですね、検索可能な状態であれば、都度都度こうダウンロードしなくてもいいというところになりますので、この要件を満たしている EC サイトでない場合は、ちゃんとダウンロードして保存しなければいけないというふうになっておりますので、その点ですね、ご自身でご利用なる EC サイトを確認しながら、全部ダウンロードする必要があるのかないのかということを確認していただければと思います。はい、続いてのスライドですけれども、ETC の、利用についてですね、こちらについてはインボイスでも、話題となっておりまして、今こちら、国税庁のですね、インボイスに関する Q&A というのも載せております。こちらは令和5年の10月に追加されたものになるんですけれども、高速道路ですね、利用が多頻度にわたるなどの事情と
というところで、この時にですね、いちいちこう利用明細を全部ダウンロードして保存しなければいけないのかという、運送会社の方とかね、もうひっきりなしにトラックがあの高速道路を通りますので、まあ、その利用明細を、全て保存しておかなきゃいけないのかというところで、ちょっと煩雑だという意見があったので、こちら、対応がですね追加となって、おりますが、まあ、そういう場合はですね、クレジットカードの利用明細ですね、クレジットカードの利用明細では何々インターから何々インターっていうので、あの履歴が残ると思いますけども、そちらの利用明細と、高速道路会社の任意の一取引ですね、ネクストか中日本とか、ネクスト東日本とか、そういう会社ごとに任意の一取引ですね、ちゃんと利用してますというものをですね、利用証明書をダウンロードして保存しておいていただければ、すべての利用、証明書ですね、こちらを保存しておく必要はありませんという見解になっております。こちらが消費税の対応になります。一方ですね、この利用証明書っていうのは、まあ、電子取引になるので、電子帳簿保存法の観点からすると、すべて保存しなければいけないんじゃないかという懸念をする方もいらっしゃるんですけども、こちらについても、この電子取引の方のですね、追加の質問というのにも、記載されているんですけども、必ずしも利用証明書のすべてを納税者が、しているものではありませんと。で、あえて発行を受け、ダウンロードして保存する必要はありませんというふうに書いてあります。ですので、こちらの、対応をですね、インボイスと比較してまとめますと、インボイスの、対応に関しては、クレジットカードの利用明細と、利用した高速道路会社ごとに任意の1回分の、にかかる利用証明書。まあ、こちらを保存しておいていただければ OK ですと。で、この利用証明書が電子であるんだったら、電子取引の対応になりますというところですね。で、電子帳簿保存法としては、すべての利用証明書ではなくてですね、ダウンロードした分ということで、この分ですね、任意の1回分だけで OK というところで、すべての取引を、保存する必要はないというところになりますので、こちらですね、まあ、すべて保存しなければいけないのかというと、そういうわけではないというところで、だいぶ対応が楽になるかなと思いますので、この違いですね、十分確認していただければと思います。はい、電子取引データ保存の義務化開始後の対応についてご紹介いたしましたが、いかがでしたでしょうか。緩和措置の適用や保存する必要がないデータが明確になったのではないかと思います。中小機構では業務用アプリや IT 導入に関するお役立ち情報をご紹介するここからアプリ、経営課題や業務課題の整理から課題解決ツールの選定、導入、日常の情報収集まで各段階で ご活用いただける支援策をご用意する IT プラットフォーム、さまざまなご支援をしております。ぜひご活用ください。本日はご覧いただきましてありがとうございました。